皆さんこんにちは。6月21日は世界キリンの日です。今日は皆さんに多摩動物公園のキリンを紹介します。なぜ6月21日は世界キリンの日になったのでしょうか。地上で一番首の長いキリンと1年で一番日の長い夏至の日を関連づけて世界キリンの日は決められました。多摩動物公園では現在17頭のキリンを飼育しています。日本全国で10頭以上飼育しているのはこの多摩動物公園だけになります。現在は5月28日に生まれた赤ちゃんキリンから24歳になるおばあちゃんキリンまでたくさんのキリンが暮らしています。キリンは45センチもある長い舌を持っています。この長い舌で木の葉っぱや草などを巻き取って上手に食べることができるんです。カゴには小さな穴が入っていて、キリンはその中に茎を入れて草を巻き取ってゆっくりと食べることができます。こちらは5月28日に生まれたオスのキリンです。名前はジャガと言います。生まれた時は頭までの高さが160センチ以下だったのですが、現在は180センチぐらいまで大きく成長しました。現在少し角が立っている状態です。キリンは生まれた時にはその角はぴったりと頭にくっついた状態で生まれています。キリンは生まれた時にお母さんの産道をつけないために水場にはペーペーがついています。こちらはお母さんキリンの葵です。葵は今回7回目の出産でベテランお母さんです。子育ても安心して見られます。皆さん多摩動物公園に遊びに来た時にはたくさんのキリンに会いに来てください。 Thank you.